熾烈阪神タイガースのショート争い。2023年最後の優勝監督である岡田彰布氏が監督に就任し、18年ぶりのアレ達成を目指す阪神タイガース。そんな中、2023年シーズン初の対外試合で岡田監督はショートに木浪選手を起用。かねてより岡田監督が期待を寄せていた人材ということもあり、ファンからは納得の声が上がっていました。しかし、まだまだショート争いが終わったわけではありません。実は阪神タイガースを外から見ている評論家陣からは、とある別の選手を起用するべきだという声も上がっているのです。今日は阪神のショート争いについて解説します。ショート争い最右翼、木浪選手。2月15日に東北楽天ゴールデンイーグルスのキャンプ地である金で行われた阪神対楽天の練習試合。初の対外戦ということもあり、4番には大山選手、5番には佐藤輝明選手が座るという練習試合とは思えないほどの本気モードの打順が組まれていました。そんな中、2023年シーズン阪神にとって最初のショートとなったのが、プロ5年目のシーズンを迎える木浪聖也選手でした。青森山田高校、亜細亜大学、ホンダを経て2019年に阪神タイガースに入団した木浪選手。社会人野球出身の即戦力として期待された彼は、1年目からいきなり113試合に出場。守備面ではショートで98試合の出場ながら15失策を記録するなど荒さを残したものの、打撃面に関しては打率2割6分2厘を上げるなど、1年目としては上出来な成績。2年目以降も期待されていました。しかし2020年以降は打撃不振に陥ったり、流行り病にかかってしまったりと、徐々に成績が低迷。2022年はわずか41試合の出場に終わってしまいました。社会人出身ということもあり、すでに28歳、後がない木浪選手は、次期監督である岡田彰布氏が初の現場入りとなった秋季キャンプにおいてアピールを連発。就任当初は木浪選手について特に期待している様子ではありませんでしたが、秋季キャンプ2日目終了後には早くも、木浪も結構強いな、肩、俺もそれは再発見やな、思っている以上に木浪は肩が強いなと言及。この時点で肩がさほど強くないという理由で、前年までショートのレギュラーであった中野選手をセカンドにコンバートさせた岡田監督による肩が強いという称賛は、まさにショートのレギュラーとして的確であるという意味を表しており、その言葉を聞いた本人も、嬉しいですね、そうやって評価してもらえてありがたい、教わっていることをやっていくと笑顔を見せていました。また春季キャンプにおいても、他のライバル選手が守備の荒さなどで評価を落としていく中、木浪選手はプロ5年間の経験から得た守備の安定感を披露。打撃面に関しても、木浪は金属音みたいないい音がすると岡田監督から語られるほどに絶好調で、2月11日に行われたチーム内での紅白戦では、岡田監督期待のサウスポー桐敷拓磨選手のフルカウントから甘く入ったスライダーを一振り、打球が伸び、そのままライトの芝生席へ入り、岡田監督に対して大きなアピールとなるチーム内第1号を記録しました。またさっきは打率1割3分と全く打てなかったサウスポーからのホームランということもあり、木浪選手は試合後のインタビューで、やっぱり何か印象を残したいなとずっと思っていた、それがあの1打席目になってよかったと喜びを語っていました。秋季キャンプからの長きにわたるアピールや紅白戦での熾烈な印象も相まって、見事最初の対外試合でのショートストップの座を射止めた木浪選手。この試合では1つのエラーを記録したものの、翌日には早速特集を行い、シーズンに向けての資格を消しつつあります。もはやレギュラー当確とも言っても過言ではない印象の木浪選手。しかし彼には
彼が二度と取り戻すことができない選手としての若さと替えのきかない存在になりうる大型のライバルが存在するのです。阪神タイガースの聖域、ショートの系譜。一流の身体能力が必要とされ、チームの花形選手が務めることが多いショートというポジション。数々の歴史あるチームの中でも阪神タイガースのショートの歴史はそのまま球団の歴史と呼んでいいほど濃密なものです。1950年の2リーグ制発足以降、阪神タイガースの優勝回数は5回。そのうち1962年、1964年の優勝に多大に貢献したのが、後に監督も務めることとなる吉田芳雄氏でした。1953年に阪神タイガースに入団した彼は、1年目からいきなり128試合に出場し、165センチという小さな体格を生かした守備でたちまち阪神タイガースの中心選手に。グラウンドを華麗に舞う彼につけられた愛称は牛若丸でした。そして3度目の優勝となる1985年にショートを守っていたのが、現在阪神タイガースでヘッドコーチを務め、現役時代はゴールデングラブ賞を4度にわたって受賞した平田正雄氏。そして岡田彰布氏が監督を務めており、阪神タイガースにとって最後の優勝となる2005年のショートを守っていたのが、ミスタータイガースとの呼び声も高い鳥谷敬氏でした。今の3人を見てわかる通り、阪神タイガースが優勝を達成する際のショートの系譜は若手の頃からショートのポジションを守っていたというもの。実際吉田芳雄氏と鳥谷敬氏は阪神の選手として2000試合以上に出場。平田正雄氏も1000試合近くを阪神の選手として過ごしています。つまり阪神のショートとは、チームが強くあり続けるために他に変えられない絶対的な存在であり続ける必要があるポジションなのです。そういった面において、木浪選手は2023年シーズンで29歳を迎えるため、運動量の多いショートのポジションでプレーすることができる時間は長くはなく、絶対的な存在となるのは少し難しいように感じられます。そんな名門球団であるがゆえの特殊な条件のある阪神タイガースのショートのポジション。岡田監督も2004年に阪神タイガースの監督に就任した際に、真っ先にまだ1年目であった鳥谷氏のショート定着を図ったことからわかるように、長きにわたって活躍できる選手という条件はかなり重要視しているように感じられます。そして選手としては木浪選手よりも荒さが目立つものの、これらの条件に合致する選手こそが木浪選手にとっての最大のライバルであり、評論家たちも絶賛するあの選手です。阪神の伝統を守るか、小畑竜平。小畑竜平選手は延岡学園高校在学中に阪神タイガースの指名を受け入団。ドラフト2位という野手としては高い指名順位だったということもあり、1年目から英才教育を受け順調に成長。2年目の2020年には夏の終わり頃に初の1軍昇格を果たすと結果を残し続け、シーズン終了まで1軍に帯同。最終的には54試合の出場ながらも、うち37試合でスタメン出場を果たし、高卒2年目の選手としては異例の活躍を見せました。高校時代に 50m6秒1、 遠投 110m を記録した身体能力の高さを生かし、翌年以降はレギュラー定着を果たすかと思われましたが、2021年からは徐々に低迷。昨シーズンは49試合の出場で打率1割8分8厘で盗塁数もゼロ。なんといっても目立つのが守備の荒さであり、昨年最も出場機会の多かったセカンドのポジションでは36試合で2失策を記録してしまっています。しかし岡田監督の中で、昨年までショートを守っていた中野選手がショート不適格の判定を下された中で、成績こそ低迷しているものの圧倒的な身体能力を持ち、
2023年シーズンもまだ23歳と若い小畑選手はかなり魅力的に映ったようで、就任前からたびたび言及、二遊間をポンポンと変えるわけにはいかんやろと固定する方針を明示した上で、二遊間は専門職と考え、ショートに打撃をほとんど求めず守備力の高い選手を抜擢すると表明。その一番手として名前を挙げたのが、2022年シーズンはショートとして1試合の出場に終わった小畑選手。岡田監督は、俺はだから最初にね、小畑にショートを守らせろって言った、それだけ期待しているというかねと秋季キャンプ時点から語っており、途中木浪選手というライバルが現れたものの、岡田監督からの期待は消えたわけではありません。事実、春季キャンプの紅白戦においても西作と守備を重要視している岡田監督からの評価が下がってしまいそうなミスを犯したものの、当の岡田監督は、まあ経験やしな、初めてそういう立場でやっとるわけやから、まあそれはどんどん使っていくよと特に問題視している様子はなく、小畑選手に阪神のショートとしての素質を見出している様子でした。この岡田監督からの無限の期待に対して小畑選手も応えたいと思っているようで、秋季キャンプ終わりの自主トレ期間を岡田監督にすでに正捕手として任命されている梅野龍太郎選手と過ごすことを踏まえて、梅野さんに関してはずっと一軍でレギュラー張ってますし、どういうバッターが嫌なのか、どういうバッターが投げにくいのか、そういったところを聞きながらうまくいいものを取り入れていけたらなぁと考えていますと発言。また今シーズンのショートが空席という状況には、こんなチャンスはめったにない、何としてもものにしたいと固い決意をあらわにしていました。また小畑選手のレギュラー奪取を期待している OB は岡田監督だけではありません。まず直近で小畑選手のことを高く評価したのは阪神の糸井嘉男スペシャルアドバイザー。高い身体能力を誇り、本人の天然キャラも相まって宇宙人の異名でも知られる糸井氏は、2023年1月21日兵庫県西宮市で開催された自身初の著書、超人ソリューション筋肉と向き合う哲学の発売記念トークショー&サイン会お渡し会に集まった150人を前に、2023年に注目する選手を問われると、小畑ですねと即答。意外な表情を見せる観客に対して、テルって言うと思ったでしょうと特別推しの佐藤輝明の名前を挙げつつ、その理由として、岡田監督も推しています、ショートは過酷だけど新しい力が出てきたらチームが活性化して強くなると小畑選手が活躍することによってチームにもいい流れが来ると語りました。またそんな糸井氏が小畑選手の中でも特に高く評価しているのが、肩の強さと守備範囲の広さ。糸井氏曰く、さっきの2軍再調整中にそのポテンシャルの高さに驚き、激励の言葉もかけ続けたといいます。糸井氏は小畑選手に関して、大型だし鼻のあるスーパーショートストッパーになる素質がある、まるでメジャーリーガーのようなと期待を寄せているようで、まさに小畑選手は超人から認められた超超人という扱いのようです。またもう一人、小畑選手を高く評価しているのは、春季キャンプでも小畑選手に指導を行ったかつての阪神タイガーススーパーショートとして知られる鳥谷隆。鳥谷氏曰く、小畑選手について多少打撃に課題があるとしつつも、プロ野球で長くレギュラーを張るためには守備力がかなり必要になってくるとした上で、小畑選手は守備力の高さは持っているんで、打撃力をアップすればレギュラーとしてやっていける選手になると思いますと語っていました。まだまだ荒さが目立つものの、一度レギュラー定着さえすれば今後の阪神タイガースを10年単位で支えることになると思われる小畑選手。経験豊富な木浪選手とのデッドヒートは続きますが、他にライバルがいないわけではありません。
最後はしんがりの立場からショートのレギュラーを狙う選手を一気に紹介していきます。ショートを狙う若虎たち。木浪選手、小畑選手の陰に隠れながらもショートのレギュラーダッシュを狙う選手。一人目は熊谷隆弘選手です。熊谷選手は立教大学から2018年に阪神タイガースへと入団。2021年からはダイソー要員として定着すると、2022年にはスタメン出場も果たしています。打撃面に課題が残るものの、守備走塁面はチームトップクラスであり、中でもショートでの守備に関しては阪神入団時に一軍内野守備走塁コーチだった高城信弘氏から井端弘和に匹敵するほどいいと最大級の賛辞を送られています。何度も言う通り打撃がかなり課題ですが、裏を返すと打撃以外の部分は十二分にレギュラークラスの選手だということ。別の選手が課題の改善に取り組んでいる間に打撃が覚醒し一気にレギュラーをつかむというのもありえない未来ではありません。続いて若手の中で期待をかけられているのが高寺望選手。高寺選手は2021年に阪神入団後、2年目の2022年には1軍キャンプ入り、6月8日には1軍初昇格&初スタメンを果たすと、その後は初安打、初打点、初盗塁と着実にステップアップ。遠投 110m、50m 走6秒0など高い身体能力を持ちながらも、高校通算31本塁打のパンチ力も持ち合わせるなど底知れぬ才能がうかがえます。まだ20歳という年齢もあり、全体的に荒く、岡田監督も今の段階でのレギュラーは考えていない様子ですが、キャンプ中やシーズン中に何かをつかめばレギュラー争いに割って入る才能を持つ選手です。そして3人目は今シーズンが背水の陣となっている北条文也選手。北条選手は2013年に阪神に入団すると週穴バッティングで、2016年には早くもレギュラーに定着。2017年には鳥谷選手の衰えも相まって71試合でショートを守ったものの、失策を8個記録するなど守備面のまずさを露呈。打撃面もそれに伴うように低迷してしまい、2018年に266打席で打率3割を残したのを最後に、2020年以降の3年間は50試合以下の出場が続いています。2023年シーズンには29歳を迎え、もはや若手の領域ではなくなりつつある北条選手。キャンプは2軍組でのスタートだったものの、紅白戦で安打を放つなどアピールを続けており、尻に火がついた状態でレギュラー争いに割って入るかもしれません。そして最後に紹介するのは、去年はレギュラーであったものの、今シーズンはまさにしんがりの状態となってしまっている糸原健人選手。糸原選手は2017年に阪神入団以来、2018年と2019年には全試合出場を果たすなど一気に虎の顔として覚醒。ショート、セカンド、サードを守り分け、レギュラーとして活躍していましたが、昨シーズンは打撃不振に伴い、その守備範囲の狭さにスポットが集まってしまい、ファンからはかなりのヘイトを集める事態に。岡田監督もファンと同感の様子であり、オフのラジオ番組には糸原選手が岡田監督にとって構想外になっているような発言も飛び出すなど、かなり厳しい立場に置かれています。しかし糸原選手は通算6年のプロ生活で672試合に出場し、チームリーダーを任せられるなど経験が豊富なのは事実。ショートを守ることもできるため、若手選手が開幕序盤に不振であれば、夏前くらいから一軍定着を果たし、レギュラーポジションに返り咲く可能性が考えられます。岡田監督からの礼遇にファンからすらかわいそうという声が上がっている糸原選手。指揮官を見返す方法は結果を残すしかありません。締め、いかがだったでしょうか。18年ぶりのアレを目指す阪神タイガース、優勝のためにも内野の要であるショートのレギュラーを決めることは
早急な課題となっています。秋の甲子園球場、ショートのポジションに腰を下ろしているのは一体誰なのか。若虎たちの活躍に期待です。